アズミー・ビシャーラは、イスラエルの政治家、作家、アラブ系イスラエル人、宗教はキリスト教、所属政党はバラド、ナザレで生まれる。ヘブライ大学を卒業し、その後、ベルリン大学で哲学の博士号を取得した。ヘブライ大学在学中、ビシャーラは、アラブ学生連合の委員長を務めていた。また、この時期、ビシャーラは、 イスラエル共産党の党員でもあった。出頭したビシャーラ1996年、クネセト総選挙に初出馬し、当選、クネセト議員となる。1999年、当時首相候選制が導入されていたイスラエル首相選挙でアラブ系としては、初の候補者として出馬したものの、わずか2日後に出馬を取り下げた。クネセト議員となったビシャーラであるが、 イスラエルの中央選挙管理委員会は、ビシャーラと同じくアラブ系議員であるアフマドティビをユダヤ人国家を破壊する運動を支持しているとして選挙資格を剥奪した。しかし、2003年にイスラエルの最高裁判所はこの決定を無効とし、ビシャラーラとティビの議員資格は守られた。2001年にビシャーラはシリアを訪問し、この前年に心臓発作で死去した。 ハーフィズワル・アサド大統領についての記念式典で講演する。だが、イスラエルの敵国であるシリアを訪問したことが物議を、かも。しかし、ビシャーラは2006年に再び、シリアを訪問した。ビシャーラに対する批判が高まる中、この年の議員会合で、リクード所属の議員であるギラード・エルダンが、なぜあなたはシリアに帰らないのか、と発言した。これに、 ビシャーラは激行し、エルダンに、と言い放った。また、ビシャーラとバラドの議員はレバノンにも訪問している。その際、ビシャーラは、レバノンの首相に、イスラエル殲滅を掲げる、テロ組織であるヒズボラの抵抗運動を、アラブの人々の魂を高揚させたと称賛した。これについて、イスラエル当局は直ちにビシャーラ及び同行した議員の捜査を実行した。 最終的にアラブ系議員のイスラエルの敵国への入国を禁止する法律を制定した。また、イスラエル当局はビシャーラの2007年4月22日、ビシャーラは議員辞職した。ありがとうございます。